上情報をお知らせします。はじめに東北道を宇都宮方面へ向かわれる方にお知らせします。5キロポスト付近の浦和料金所で事故が発生しています。次に立番新インターを先頭に羽生インターまで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて通行止めのお知らせです。8月19日20日夜20時から翌朝7時までの間、美女木ジャンクション内外周りから首都高速5号池袋線上り方面を工事のため閉鎖します。ご理解とご協力をお願いします。ハンディラジオ外観川口東よりお伝えしました。あなたに実装がいい。ネクスコ東日本。